はい、皆様こんばんは。今日も夜の手帳タイムをしていこうと思います。さてさて。本日はですね、ちょっとミニ録の手帳に挟むものを書くんですけれども、まあ、使うのはこちらのバイブルサイズのリフィルになっております。 一応ね、あの、バイブルサイズとか、そのミニ6の手帳はミニ6のリフィルしか使えないというわけではなくて、えー、例えばミニ6の一つ下のサイズの M5 のサイズだと、これが M5 のリフィルなんですけれども、普通にこうやってリングに入れられ、入れることができます。 で、他のサイズですね。その自分が使ってる手帳よりも大きなサイズのリフィルを使いたい場合は、あの新たにね、穴を建設すれば入れることはできますので、で、ミニ6だから、まあ、最終的にはね、あの、これ横にして、ここに穴を開けて、これをミニ6の幅に折って、えー、入れたいんですけれども、最初に折っちゃうか。めんどくせえから。 よいしょ。まあ、こんな厳密にさ、ミニ6のサイズに折らなくても、ミニ6より小さい、小さく折ればまるで問題はないのだけど、えい。で、使うリフィルは今適当にパッと持ったバインデックスのリフィルになります。で、ここに穴を開けます。 まあもちろんさ、こういう方法を取ると、ここにも穴開いてるし、ここにも穴開いてるしで、あのだいぶ不格好にはなるんですけれども、そういうの気にしなければね、気にならなければ、全然こういう方法もね、ありかなと。だってなかなかさ、ミニ録の手帳使っててもさ、たまになんかバイブルサイズってどんな感じなんだろうとかさ、使いたくなるじゃん。まあそういう時、まあこうやってね、 穴をうがって、ちょっと不格好ですが、穴をうがてば、リフィルを無駄にすることなく使えるかなと思います。あ、それかあれだね。ちょっと今、試しにやってみるのですが、今普通にさ、ここ穴開けちゃったんだけど、ここにさ、マスキングテープこれにするか。ちょっと今ね、マスキングテープを、 穴開けたい場所にちょっと貼ります。で、一周させますね。こっちにもやって、で、ここを一周させると。なんかワクワクさん見てただな、こんなことやってると。ワクワクさんってわかるかな いや、もしかしたらちょっと待って、10年ぐらい私と歳が違う人はちょっとワクワクさん分からんかもしんない。10歳ぐらい年下の人ね。<laughs> ワクワクさんとゴロリっていうね、ゴロリめっちゃ好きだったの。あの、調べてみてワクワクさんとゴロリっていうね、ゴロリっていうキャラクターがいるんですけど、それめっちゃ可愛いから。で、今こうマスキングテープやったんですけど、ここにね、穴をやっても可愛いかもしれぬ。よし。 いやこの方が絶対いいな多分マスキングテープをさやったところの方が目立つじゃんなんかこうするとさもう普通にただ穴だらけのリフィルって感じなだと思うんですけどこうするとちょっと若干さこっちに目が行くからここら辺がやわらかないやわらかないか <laughs> ということでこれを普通に大体ミニ6のサイズに折っていきます まあ別にこう最初からさ、折る必要ないんですけど、私はなんかシールとかさ、使うからさ、シールをね、あの、この折るところにさ、貼っちゃうと、すごい、後で折るときにさ、結構、ギュッギュッて折らなきゃいけないので、私はもうあらかじめ折って、まあ、ここを避けてね、シールを貼りたいなと思います。言うてなぁ。言うてそこ避ける言うて、こういう長っぽそいシール使いたい場合はさ、 絶対はみ出るよな。え、黒黒系ではないだろう。ちゃうやろ。他のなんか切った的な、切った的なシール。それか、自然系でもいいけど。切った的なシール貼ろう。よし。これを貼っていって、もうさ、なんか今日もさ、モンキー乗ってきたんですけど、クソ寒かった。<laughs> 寒いけど乗る <laughs>。 楽しいから寒い気を乗るんだけど、もう山入った瞬間さ、ガチでさ、2、3度ぐらい、体感的にね、体感的にはもう2、3度ぐらい気温が下がったような感じがしました。どうしよう、この、世界不思議発見のミステリーハンターお姉さんで行くか。そう、このさ、格好さ、ミステリーハンターっぽくないちょっとアップにして、よし。書いていきましょう。いやー。 もう行きはさ、西日がまぶしかったし、帰りは寒いし。<laughs> 本当にバイクってやつは。車って本当快適だよねって本当に思います <laughs>。けど楽しいんよマジであの。乗ってて楽しいからね。もう大好き。ちょっとこの色だと地味だな。ちょっともうちょっと派手なお菓子ないんか。適当に撮った。 これも全部ね。シーンで買ったものですね。あ、ここら辺かわいいね。可愛いけど。こういうのでもいいかな？こういうのでもいいね。ていうか全然関係ないんだけどさ、あのアメトーークのさラルカンシール大好き芸人見ました。<laughs> 今日、今朝ね、見たんだけど、もうさ、そのせいでさ、一日ね、今日一日、もう仕事中でも、車運転中でも、ずっと頭の中でラルく流れとったよもうずーっと虹とかさ、フラワーとかさ、瞳の住人とか仮装とか、もうそのなに、自分が学生時代の時にバチバチに聴いてた曲がさ、めちゃくちゃ思い出されてさ、ずーっと聴いてた、本当に。いやーもう、やっぱ改めてさ、いいよね。 ラルクアンシエル。あ、ちょっと待って。<laughs> ラルクアンシエルってさ、綴り間違えたくないんだけど <laughs>。綴り間違えたくないから、ちょっと目の前に iPad 置いて、さっきまでも聞いてたのよ。えー、っとね、あ、でさ、しかもさ、もう乗ってきたばっかだからさ、手がかじかんでちょっとね、いつもの感覚じゃないんだけど、手が。ああ、おかしい。 わかるなんかこの寒い日にさ、筆記具とか持つとさ、結構なんか感覚おかしくなりませんなんか力の加減とか。いやー、まっすぐ線が引けねー。よいしょ。なんか、ね、音楽って、その当時のこと、記憶がすごい丸ごと蘇りますよね。私よくなんか友達の家に行く途中で聴いてたあの曲、 を聞くと、その道とか、その当時乗ってた自転車とか、全部の風景が蘇ってきて、めちゃくちゃ懐かしくなるんよなやっぱなんか車乗ってからじゃなくて、自分が徒歩とか自転車とか、そういうね、交通手段しか持ったなかった時代の、やっぱ小中高生ぐらいは結構もう来るよね。 まあやって高校までかな,なんか大学とかさ、そういうなんか、まあある程度成長しちゃうとさ、そんななんか曲聴いても、まあただただ懐かしいだけで終わりなんですけど、もう、なに、懐かしさと教習みたいな、なんだろう。う <laughs> 過ぎ去ったあの日々みたいな。ラルクアンシエル。シエル。 大好き芸人を見たよと。芸人をようやく見ました。皆さん何聞いてました私はね、もう、えー、っとね、小学校の頃はずっとあゆ聞いてたかな。でも小学校高学年頃なのかなでもとりあえずあの自分があの大人になってもまだアルバム買ってたのって、あゆと あとガゼットしかないな。ビジュアル系の窓ね <laughs>。ああいうとガゼットはちゃんと CD 買ってて、それ以外はそんなって感じですね。なんかそれこそ話題になったアルバムとか、そういうのはね、ファーストアルバムとかそういうのはなんか買ってたりとかはするんですけれども、初めて買った CD とかなんだろう。初めて買った CD。初めて買った CD。 CD なんだろうって。ああ、ホワイトベリーの夏祭りかもしんない。夏祭りだわ、きっと。この時あれなのよ。あの、ミニ浴衣が流行ったのよ。<laughs> ミニ浴衣って聞いて、え、何それってなったら調べてみて。マジで、この年ね、あの、わしもあれよ。祭りの時ミニ浴衣着とったよ、きっと。が流行る。 このホワイトベリーの面々が、あの、MV の中でミニュー型を着ていて、それで流行ったんだと思います。じゃ、この時ってね、結構そのホワイトベリーだけじゃなくて、スピードとか、そういうなんかガールズバンド的ななんかそういうなんかガールズグループがめちゃくちゃ出た時代なんじゃないのかなとりあえず初めて買った CD は多分ホワイトベリーだわ。次がアユくらいかな。アルバムとかも完全にアユだね。 えーっと、アルバムなどは、浜崎あゆみことあゆ。今でも好きだもん、あゆは。もうなんだろう、曲がうんたらっていうか、もう、その人間としての、人間が好き、あゆの。なんかもうめっちゃ面白いの、SNS とかも。あゆみこ,ことあゆですだと。 それこそさ、昔とかって、あの、今、今はさ、その髪の毛、ショートの人がさ、いきなりロングになったら、エクステつけたなってなるじゃん。けど、その頃って、エクステとかっていう言葉を全然知らないから、なんか、あゆがその、アルバムとか CD 出すたんびに髪の毛が短くなったり長くなったりするのは、あゆが二人留説みたいなのがマジであったからね。<laughs> 本当にあったよ、あの時。で、あとね、小学生の頃、 あの、歌田光のアルバムと、アゆのアルバムの発売日が確か同時で、で、どっちか、どっち派みたいな感じそれは割れてたような気がする。小学校の頃。だから、アメトークの中ではさ、鈴木アミ派か、浜崎あゆみ派か、みたいな感じで紹介されてたけど、私のなんか印象では、なんか、歌田光かルか、あ浜崎あゆみか、みたいな感じだったような気がするんだよね。 あくまで私の感覚よ。もしかしたらその当時のさ、その同級生とかに聞いたら全然違うよってかあの、返されるかもしれないけど、とりあえずなんかこれが印象的ですね。小学校の頃、宇多田ヒカルと、ヒカルと、いうの。確か発売日、同じだったんじゃないのかな。みんな何聞いてたんだろう、あの頃って。 私はもうほんとその頃、ああいう x ジャパングレーそんな感じかな。グレーはね、あの、グレーとかサザンとかはね、家族が好きだったから、め、あの、めちゃくちゃ車の中に流れたのよ。グレーえーと、サザン、あとなんだ、ルナシそこら辺はね、ずーっと流れてたね。だからもう今でも普通にカラオケで歌えるぐらい、あの、曲はね、全然知ってます。 やっぱ子供の頃聴いた曲って大人になっても影響するよね。あの、そのロック系が好きだとかさ。えっと、私がね、聴いてたね、ラルクの曲はね、まず瞳の住人はね、あれだったのよ。私の着メロだったのよ。瞳の住人は着メロ。曲も、あれだね。もう世代の人にとってはさ、懐かしいっていう言葉しか出てこないね。<laughs> でも本当にね、そんな時代だったの。それこそ、あの、今みたいにストリーミングで音楽を聴くとかそういうのじゃなかったから、CD を買って、それをなんかカセットあるいは MD に落としてっていう時代で、あの、今はさ、 ipod とか、いろんなソニーとかでもね、いろいろあるから、音楽とかさ、サンプルみたいなの聞けるじゃん。あのストアに行けば、サビの部分とか、あとイントロの出だしの部分とか聞けると思うんですけど、昔はなんかその音楽を聴くってなると、絶対なんか M ステ見るとか、そのテレビとかラジオとかっていう手段しかなかったから、その頃ね、多分ザッピーっていう雑誌だと思うんですけど、それね、ザッピーにはね、CD がついてるんですよ。CD に、あのー、その新婦のね、曲の、 何サビーだのイントロだのが、あの、収録されてるのがあって、それで、あ、この曲いいなって思ったものを CD で買うっていうね。すげえ時代だよね、今となっては。でもそれが成り立ってたのよね。ザッピーとか、あと、やたらね、結構楽譜系の、やっぱ音、その頃バンドブバンドンがあったかどうか定かではないけど、そういうね、音楽系の雑誌もたくさんありましたね。待って、瞳の住人が着メロ。フラワーめちゃくちゃ聴いてた。 フラワーはめっちゃ効いたよ。あと何あと、ああ、仮想も効いたでしょあとは、4番、あとなんだろう。ああ、自由への招待とか。自由への招待。あと多分、一番効いたのはやっぱドライバーズハイかな。ドライバーズ。 ハイが入んなくなっちゃったっはい。あ、もうここら辺はね、なんかドライバーズハイあたりはね、私もうカラオケ、オールのカラオケで歌ってる、何、思い出しかないですね。瞳の順に着メロ。フラワーとかもう、あの、仮想とかナチュラルに聴いてた。ジュウエの正体も着メロであった。ドライバーズハイはカラオケ。もう懐かしいわ。 これがさ、もうさ、なんかカラオケでオールしてるとさ、やっぱりどっかでさ、眠たくなる頂点のところあるじゃないですか。その時に、あの、ドライバーズハイとかの曲でもう MV 一緒に見て、眠気を飛ばすっていうね。カラオケのイメージです。で、自分が昔聴いてた曲をちょっとピックアップしてみるかな。 まずなんだろうなグレイ。グレイかなグレイはめちゃくちゃ効いてた。グレイサザンオールスターズ。ルナシー。あたりは、こちらは、 もう、社内でガンガンかかってました。あと、x ジャパンね。x ジャパンなんて、どんだけアルバム聴いてたかわからんぐらい聴いてたよ、もう。一番聴いてたのんだろうな。え、サイレントジェラシーかな。なんだろう。 サイレントジェラシーと、あと何だろうな。あ,あ、くれないも聞いたよな。クレナイあとラスティーネイルか。ロースティーネイルと。聞いたね。めちゃくちゃ聞いたわ。あと何で育ってきたかな。 ちょっと書きづらいので、こっち横向きにしますねえー、っと…難しい曲を聞くと、一瞬で当時に戻るとでも昔さ、着メロとかさ、あれなのよ、われらない 64話音とか、なんかそんななんか、小学生の時はそんなだったかな。自分で作曲できたりもしたよ。あの着メロ <laughs> いろんななんか和音を組み合わせて、なんかそれでいろいろやってたな。それもできたし、あともう中学になってからはもう完全に着メロ、綺麗なね、綺麗な音の着メロとかがすごい多くなって、高校の時にやっと着歌だったのかな。 高校の時はね、やたらめったら着歌はね、くーちゃんでした。コーダクミでした <laughs> し。で、この余ったスペースに、こちらのね、アカウント名スタンプを押して、このさ、スタンプさ、 昔はどのリフィルにも押してたんですけど今存在忘れてましたね <laughs> 最近存在忘れてたこいつのスタンプよしかけたドーンとでこれで挟んでいきましょういやとにかくさやっぱり何ていうのたまにさ昔の曲聴くといいっすねなんかたまにこういうのやろう別に片耳 iPhoneiPhone じゃ iPhone なくて イヤホンつけといても喋れるよう喋れるし。で、今、あ、ごめん。だあ、ドアップすぎた。今、こうして挟みました。でも、最初にもう折ってあるので、その通りにね、まだちょっと乾いてないかな。ちょっとここら辺は怖いけど、こうすればね、別にバイブルの サイズのリフィルでも使えますので、もしね、ミニ6のユーザーさんで、えー、バイブルかのリフィル買っちゃったんだけど、使い道がないってい人は、まあ、ここにね、穴をうがつことで、ミニ6でもガンガン使えますので。で、やっぱりマスキングテープ貼った方が可愛いね、きっと。これ普通にただ穴だ,穴だけ開けるとさ、ほんとただの穴ぼこだ,けだらけのリフィルになっちゃうと思うんですけど、マスキングテープをすることによって、なんだろう、うちょっと、ちょっと可愛くなるっていうね。なんで皆様もお試しください。 ということで、今日の手帳タイムは懐かしいのね、音楽を振り返るコーナーでした。では、バイチャー